堀田正盛は、江戸時代初期の大名、老中閣、老中、小川、大成三世。武蔵川越藩主、品野松本藩主、下宇佐桜藩初代藩主。堀田家総家初代。堀田正吉の長男。母は、稲葉正重の娘。母は、正重が、最初の妻との間に設けた女子であり、正重の二度目の妻が、春日局であるため。 正盛は、春日局の義理の孫にあたる。稲葉正勝は、母方のおじにあたる。堀田氏は、本世騎士であり、尾張中島軍の国人として、芝市、小田氏に服属した、幕下僧であったことは確実である。天正十年六月の本能寺の変後は、豊臣秀吉に侵入したが、関西重所諸家府などでは、堀田氏が豊臣恩子の家柄であったことを明白に記すことを、 避けており、記述は乏しい。堀田昌廷の諸子、正秀は、前田利家に仕えた。その総領の小吉は、小早川秀明の家臣となったが、秀明が改役された、慶長七年から、幕府に召し抱えられた、慶長十年までの三年間の小吉の足跡については、関西重州諸家府に記述がなく、おじの堀田道空が重心として仕えた、豊臣秀頼の城知、 大阪に身を寄せたとする説が有力である。この後小吉は、幕臣となり七百国の旗本となったが、大阪の陣ではおじを敵に回しながら奮戦して戦国に、数をされた。その家督を継いだのが正森である。正森は、次祖母、春日局が乳母を務めた、徳川家光が三大将軍となると近所に、取り立てられ、堺重澄と並ぶ長臣として芝叩く間に、 異常なまでの破格の出世していった。官営3年には故障組の番頭となる。この当時は4000国から5000国級の旗本の任だったが、同年中に相模及び、日立国内にあった敬五千国の領地に加えて、上野国内にも新聞語宣国を与えられ、不大大名として諸公に列する。官営10年3月23日に、 松平信仏らと共に六人衆となると、その後に、相模、日立、海に、それぞれ五千石を得て、二万五千石で、上司格となる。その後も家光に深く長愛され、寛永十二年三月一日に老中に就任し、三万五千石をもって、武蔵川越藩主となり、初めて上司となる。寛永十五年三月八日、六万五千石を、 加蔵されて十万国となり、品の松本藩に転校、老中の実務を免ぜられて、家光の小川に回り、中根正盛と共に、老中のまま大政参与となり、家光を補佐した。幕政に参画していたため、松本藩の反省にはほとんど関与せず、入国したのも入法した年の一回のみである。官営19年7月16日には一万国を加蔵されて、 下宇佐桜藩に転宝、母方の重帝にあたる相模を田原藩主、稲葉正則の貢献も務めたが、家光の死去に伴い慶安4年4月20日に、安倍主月愚と共に巡視した。去年44。時勢は、墓所は、東京都品川区の東海寺。正則の出世は、次祖母が、春日局であったことを考慮に入れても異常な、早さで、家光と正則は、 男色関係にあったと見るのが有力である。巡視は、四君と男色関係にあって、異例の立身をした者の義務であるからだと、言い伝えられている。また、家光に未だこがない頃、正森の公用紙として、いつも手元に置いていた、という話もある。桜藩は、長男の正信が継いだが、万治三年に、幕政批判と、無断帰国をしたため、改役された。正信は、 預かり先で自陣したが、後に、着村の請求が、大見宮川藩主となった。次男の脇坂安政は、戸様大名の品の飯田藩主、脇坂安源の養子となり、針間辰野藩に転覆された。三男の正俊と四男の正秀は幕閣に入り、正俊は大老に、正秀は若年寄りに任じられた。後に正都の子孫は、桜藩に戻り、安政の子孫も、 古代大名に昇格、正信の子孫と共に、明治維新を迎えた。ありがとうございます。